はい、えー、速化塾の久保です8月10日のドル円相場解説、16時26分なんですけども、あのー、先週の末ですね、土曜日にお話した通り、この黄色いゾーンにぶち当たってくれれば、そこからね大きく下げ幅を取っていくということがまあできたんですけども、このルート以外は私はセルでね、えー エントリーする予定はないということだったんですが、いまいち伸びきってないんですよね、上の方に。今、105円の991でしょ。で、レンジを考えるとしたら、このぐらいの幅なんですよね。そうすると、エントリーする価値なしということで、えー、エントリーしません。で、1時間をとりあえず見てみますね。1時間見てみると、まあ、こんな感じなんですよ。だから、レンジを測るとしたら、あ、ここですかね。えー、ここに当たって、 でここまで伸びれば、ここで反発して、セルの方をね、ぐっと取っていけるんですけども、いやー、なんないですね。えーまあ、この程度だったらエントリーはできないんで、見送りということで、今日は放送するチャンスを失ってしまいました、えー。ということなんですけども、ついでにあれ見ておきましょうか。えーとね、暗号通貨の方ですけども、ADA がね、もう16円に迫るんじゃないですか。 15円はなかなか割らなくなってきたんで、もう16円を突破するフェーズ、16から18円の方を見ていこうかと思います。まあ、この秋口に、ね、20円ぐらいに乗れば、えー、年末までに40円も十分見えてくるのかなと思いますけども、あのー、何回も申し上げますけども、結局、これね、なんで値上がりするかっていうと、購入者が多いからなんですよ。もっと正確に言うと、購入者ではなくて、あのー、出来高が増えるからなんですよね。 一人の人がたくさん買っても値上がりするんですよ。多くの方が少しずつ買っていただいても値上がりするんですよ。まあ、ですんで、今ね、A だ、値上がりしてほしいなっていう方は、A だがいいよっていうふうな放送発信をいっぱいすると、じゃあ A だってものに対して気づきをね、多くの方が得て買ってみようかなということで、買う人が増えるんですよね。そうすると値上がりするじゃないですか。もうこれ以外ないんですよ。 だからね、知られてないコインって値上がりのしようがないんですよね。で、知られたコインっていうのは値上がってるんですよ。で、多くの方がもうね、知ってしまったコインっていうのは、今度は逆に利確の方が多くなっちゃうんで、あんまり値上がりするんじゃなくて、今度は値下がりに入るんですよね。 まあその辺の見極めがすごく大事かなと。その見極め、心理状態を表すものがテクニカルですね。ですので、私はテクニカルを一日も早くマスターして FX で、そしてそれを暗号通貨に持ち込もうとしたわけなんですけども、それが今構想してるかなってところで、ビットコインの方を見てみますよ。ビットコインほら、130万今度見えますよね。こういうふうに少しずつじわじわと上がってくるものっていうのは、本当にこれ信頼が起きるんですよ。というのが値上がりするのを見てね、少量買っておこうかっていう人が増えるわけですよ。 で私の放送でもそうですけども、少量買っておこうかなと思ったら、ビットコインどこで買えるのかなってことでね、あのー、暗号通貨の取引所にアカウント作る可能性が増えるんですよ。で、私の放送を見た人がアカウント作ると、うん暗号通貨の取引所から、アカウント作ったことによる紹介料っていうのが入る。要するにアフィリエイトが効いてくるんですよね。まあ、そういう効果もあって私は動画をどん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 出しているってところもあります、もちろん。で、利益のためですからね。 で、多くの方が BTC を購入すると、何のために購入するのかはね、一人一人違うと思いますけども、ただ、やっぱり豊かになろうと思って買うと思うんですよ。便利になろうと思って。BTC を実際に実に合わせて使う方もいれば、値上がり益を狙う方もいると思います。で、多くは値上がり益を狙っている方だと思いますので、確実にね、来るのは利確の波なんですよ。その利確の波の直前に売る。これがやっぱりテクニカルなんですよね。この、 チャートっていうのは人の心理を表してるんですよ。で、ここ見てください。100万円弱をずーっと推移した頃っていうのは私はね、ここで仕込みましょうってことをずーっと言ってたんですよね。で、真に受けて仕込んだ人が増えたから値上がりしたんですよ。真に受けてって言ったら失礼な言い方ですけどね。同時に、その私の放送を見て取引所のアカウント作った方がやっぱりその分だけいらっしゃいますんで、私の方には取引所の方から紹介報酬が入るって形ができます。ですんで、ね、皆さんもね、あの、YouTube ををやって相場解説をした方がいいんでですよで個人的な感想とかでいいんですよ。そこでお話しするのは。さあ投資っていうのは個人的感想の集まりですからね。で、多くの人が個人的感想とか個人的推測が外れて、一部のテクニカルを的確にマスターした人が勝つ。これ以外はないわけですよね。まあ、ですので、多くの方が上がるとか下がるとか言ってるのは、まあ、乱暴な言い方したらね、たわごとだそうなんですよ。テクニカルをマスターした人だけが、 勝ち続けて、そういう人は特にね、放送、そんなに頼らなくてもいいんで、放送する可能性が減るんですよね。ですから私は何、何者かと言いますと、テクニカルに自信があるようでないというね、最も、あなんか、不安定なラインにいるのかなっていうところがね、ここでバレてしまうということでございます。ただまあ、ずーっとね、私が言ってきたのことに対して、えー、全然予想が外れてるよねっていうことでしたら、私の放送ってのはどっかでできなくなるわけなんですよ。 でもおかげさまで95万円前後の時に買いましょうって言って買ってくださった方ってのは今ね大きな覆面を消えてるでしょですからそういう方が今でもご覧になってると思いますし110万円ぐらいの時でも買いましょうっていう,うお話をしてました。110万円から120万の間ね。そこで買った人は今現在また覆面を消えてるでしょで、利確をした方もいると思うんですよ。理学で利益を確定した方ね。儲かったでしょ リップル行きましょうか。リップルは私は、もう、捨ててましたけども、リップルなんかいいんですよね、今ね。<laughs> ということで、リップルに関しましては私は言うことはありません。あの、もうね、43円平均取得単価で買ってて、未だに含み損ですけども、まあ20円前後のね、時が長かったんで、その時に私、ね、リップルにはね、興味を失ってしまったんですけども、今またね、興味が出てきました。で、リップルの放送もこれから、 しっかりとやっていこうかと思いますけども、まあ、リップルに関してはね、一時期ほどの期待は私持ってませんね。ですんで、もう値段が戻ってきたら、ある程度のところでね、35円とか40円くらいで、利格しようかなと思ってます。損切りですね。で、私と同じように考えてる方が多いとしたら、例えば50円とかね、70円で買ってる方とか、100円前後で買ってる方結構いるんですよ。そういう方は、やっぱり、あのー、50%の損切りとか覚悟してね、 えっと、ドロップアウトする可能性がありますんで、だから40円とか45円とか50円あたりで分かんないですけども、あの、大きなね、今度値下がりが来るんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。どっかで威嚇して逃げないといけないですからね。はい、じゃあ、いろいろと余計なことも申し上げましたけども、以上です。